シャイアホールは、ウェールズのモンマスの中心にある、有名な第一級文化財指定建造物。1724年に建てられ、かつては、モンマスシャーの巡回裁判所と、指裁判所が主に置かれた場所である。1840年に、この裁判所で、チャーティズムの指導者、ジョンフロストラが、ニューポートの反乱に組みした、大逆罪で裁かれた。この建物は、 市場としても使われた。シャイアホールは、モンマスシャー州議会が所有し、第一法廷には案内用の音声、映像ガイドが用意されている。現在の建物は、ビジターセンター兼、モンマス町議会の事務所として使われており、一部は一般に公開されている。王冠とアザミ邸から見た。 モンマスのタウンホールとプリンシパルストリート1920年代のシャイアホール現在の建物は1724年に建てられた。この場所としては少なくとも4代目となる。かつては1536年に建てられたエリザベス町の邸宅だったが、その後1571年に木骨造りに建て替えられた。元の建物の木材は、 現在のシャイアホールの建築時にも使われ、地上階には開放された市場が、2階にはいくつかの部屋が設けられた。ペブズナー建築物ガイドで力強い代物と評された、この建物はバスストーンの切り石積みで建てられ、ブリストルのそれなりに知られた建築家フィリップ・フィッシャーが設計し、公費は1700ポンドだった。 巡回裁判所は1725年に移転してきて、市場として使われていた、開けたアーチ状の2階に、専用の法廷が設けられた。ペディメントの時計は、1765年に、リチャード・アトキンスが製作した。1828年に、建物の内部は改装され、外部には、階段灯が追加された。階段灯は、ガラス窓のルーフランタンが付き、 内部には堂々とした新しい階段が設けられた。ヘンリー五世像とシャイアホール正面入り口の上、時計の下にある壁画のヘンリー五世像は、出来が良くないと一般に思われており、建物と調和していない、どうも投げかわしい、救いようのない出来で、体温計をチェックしている、新気象患者のようだなどと言われている。この像は1792年に、 町のイングリッシュニュートン近くで生まれた彫刻家チャールズ・ピアートが付け加えた。名にはヘンリー5世1387年8月9日にモンマスで生まれるとある。刻まれたこの誕生日は現在では間違っていると考えられている。カウンティ刑務所は法廷の近くに設けられた。すべての男性が 国会議員選挙権を持つことを主張したチャーティズムの指導者、ヘンリー・ヴィンセントは、巡回裁判所で裁かれる前に、ここへ収監された。彼は有罪になったが、その氷決を不服とする抗議運動が起こり、その結果ニューポートで軍隊との衝突が発生し、甲府たちが殺された。ジョン・フロストラが逮捕され、大逆罪に問われた。1840年に、 ジョン・フロスト、ウィリアム・ジョーンズ、ゼファナやウィリアムズがこのシャイアホールで裁かれた。3名は皆有罪となり、イギリスで首吊り、内臓をえぐり4つ先の刑に処せられた最後の例となった。この刑罰は、後にバンディメンズランドへの流刑に軽減された。シャイアホールの治安判事裁判所は1997年に、カウンティ裁判所は2002年に廃止された。 その後、モンマスシャー衆議会は、文化遺産宝くじ基金に資金を申し込み、建物全体の改修費用として320万ポンドの譲渡を確保し、衆議会も100万ポンドを追加拠出した。工事は2008年後半に始まり、改装された建物は2010年9月に公開された。来館者に公開されたスペースの中には、1840年に、 フロストラが裁かれた法廷も含まれる。改装の目玉は、エレベーターの設置による建物全体のバリアフリー化だった。建物には現在、ビジターセンターと事務所が入居し、また来館者に公開されている。1930年代のアジンコートスクエア社屋、ホールとその周辺は、2008年のドクターークリスマス特別編の舞台となり、またグラフィックノベル。 ジンタラクティブズにも登場する。アジンコートスクエアのシャイアホール正面すぐのところには1911年に除幕されたチャールズ・ロールズ像が立つ。この像はこの地の出身者である自動車と航空機の尖閣者、チャールズ・ロールズの偉業を記念するものである。広場を挟んだ対面にはキングスヘッドホテルがある。これは17世紀半ばに建てられ、 チャールズ一世が1645年に訪れたと伝えられる。広場のその他の著名な建物には、18世紀初めからのコーチングインだったボーフォートアームズホテル、やはりコーチングインだったパンチハウス、有名な17世紀初めの半木造建築であるアジンコートハウスがある。ありがとうございます。